僕の知り合いのひきよいさんっていう性格の悪いデブのおっさんと一緒に行って食ったんですけど、彼の場合ってデブなくせにもう食えねえとか言い出すんですよ。デブなくせに、お前何なんだよそのデブとか思ったんですけど、デブへの深い憎しみ違うんですよ。デブってことはさ、僕よりさ食べ物好きなはずじゃん。いっぱい食うからデブなんでしょ。食い物好きなくせに食わないとかさ、デブのくせにさ、え、何なのそれ、デブとしてのアイデンティティ何なのみたいなさ、デブのくせに小食とかさ、いやいやお前じゃあなんでデブなのみたいな、デブとしての役割ってあるじゃん。例えばさ、キリンだったら首が長いとかさ、生き物として役割って必ずあるんだけど、デブって物もいっぱい食うからデブなわけでしょ。したらデブなんだからさ、もっと飯食えよとか思うわけだよ。デブなのに食わないと、ちょっとなんかお腹いっぱい、デブのくせにお腹いっぱいとか言うなよってなるじゃん。デブなんだからちゃんと食えよって僕は思うんですよ。なのでデブの小食とかって本当何のためにお前太ってんのってすっごい気になるんですよ。はい、すいません、やめてくれって言われたらすいません。はい、だデブだったらいっぱい美味しく食いなさいと、そのためにデブなんでしょ、知らないけどすいません、はい、すいません、はい、やめます、すいません、はい、申し訳ないです。はい、はい、実際痩せてる人の方が大食い多いんですよね。なんでそんなに文句言えるんだよすいません。僕面白いデブ好きなんですけど、デブである以上さ面白くなるべきじゃん。だって好きであんな面白い体型してるんだからさ、それはいじられてもさしょうがないじゃん。いじられたくなかったら太んなきゃいけないのにさ、なんでいじられるような面白い体型してるくせにデブネタ振ったら怒るのみたいなさ、言われるの嫌だったら痩せればいいじゃんとか思うんですけど、本当すいません、はい、すいません、はい、はい、すいません、この辺にします。はい、はい、すいません。でもね、だいたいね30後半になるとね、ほとんどの人太るんですよ。なのでデブの悪口言うと敵を増やすので気をつけたいと思います。はい、ほんとすいません。はい、でもね、いや別にデブに撲殺されたことはないですね。はい。